ブランドン・タイラー・カンプトンは、アメリカ合衆国上ジ,ジア州リッチモンド郡、オーガスタ出身のプロ野球選手、トを右ト右ミギ現在は、フリーエージェント。2010年の MLB ドラフト9巡目で、ピッツバーグパイレーツから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 ステートカレッジ、スパイクスで、プロデビューした。マイナーでは、先発投手として起用され、 2011年は A 級ウェストバージニアパワーと A 級ブレーデントン・マローダーズで合計10勝。2012年は A 級アルトゥーナカーブで12勝。2013年はトリプル A 級インディアナポリス・インディアンスで6勝を挙げた。2013年6月15日のロサンゼルス・ドジャース戦で先発で登板してメジャーデビュー。 7月31日のセントルイスカージナルス戦のダブルヘッダー第2試合では先発を務め7回まで3アンダム失点と高騰してメジャー初勝利を挙げた。同年パイレーツでは6試合に登板して2勝1敗、防御率2.05、22奪三振を記録した。2015年3月にトミー・ジョン手術を受けた。11月6日に40人枠から外れ。 トリプル A 級インディアナポリスに降格した。2017年に3年ぶりにマイナーで公式戦登板を果たした。この年は A 級ブレーデントン、AA 級アルトゥーナ、トリプル A 級インディアナポリスでプレーし、3球団合計で24試合に登板して5勝4敗、1セーブ、防御率3.86、33奪三振を記録した。オフの11月6日に、 FA となった。2018年1月10日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んでスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが3月20日に自由契約となった。その後4月18日に独立リーグアトランティックリーグのサザンメリーランドブルークラブスと契約。11試合に先発登板して4勝3敗、防御率4.11。 44月三振を記録した。2018年7月4日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだと報じられると翌5日に球団から正式発表され参加のトリプル A 級バッファローバイソンズへ配属された。7月31日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りすると同日のオークランドアスレチックス戦で4年ぶりにメジャーでの登板を果たした。 トリプル A 級バッファロー降格後の8月13日に DF となり16日にマイナー契約となった。レギュラーシーズン終了後の10月5日に FA となった。ありがとうございます。